day moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。6月13日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから Q 名古屋お送りいたします。もうねこの暑さでねもう王子もね公務していますけどもねもう疲れてねもう老体に鞭を打ってね公務してますのでちょっとお疲れでございます。滑り王子マスクマンでございます。はい、本当に今日暑くてですねもう通勤だけですでに滝のように汗をかいた味噌煮込みスキーと、いやー今日暑かったので車の中でずっと涼んでたダンサーでございます。好きだな。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは肉。今夜のテーマは肉です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。お肉のテーマで22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8と、入居者を募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キユナ名古屋。ね、今日のっけからね、ちょっとお間違いがありましたね、王子のね。はい、ね、今日6月27日だよね。そうよ、6月13日って言ってましたよね、うん、
多分ね、キャバクラのお姉ちゃんの誕生日がね多分その辺だったと思ってね、それが頭にインプットされてて行っちゃったと思います。申し訳ございませんでした。今日は6月27日でございます。はい、はい、メールご紹介します。はい、お願いします。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、そして滑り王子、こんばんは。コンビニから日本を元気に。元気ですか。だってコンビニから日本を元気にってね、はい、うん、だから一応元気ですかっていうのを言わせていただきました。なんか滑ったね。イベス、ま、今あのね、ちょっと待って、はい、この後がね、はい、まあコンビニ社労士の安田彩香です。今日も滑ってますかって。あ、セットだったんだ、うん、あセットだった。そっかそっか、うん、今日も滑ってますかって言われましたけど、はい、とってもいい、あのこのメールに対してはオープニング良かったですね。のっけから滑っちゃったね。そう、さて、肉というと私はステーキも好きですが、それ以上に切り落としの肉が好きです。カレーにはブロックタイプではなく切り落としの肉を入れちゃいます。その他お肉にカレーがよく絡んで美味しくなるんです。あ、その方がだね。その方がお肉にカレーが絡んで美味しくなります。ぜひお試しください。あ、ステーキで思い出しました。王子のために録音した幻のポン出しがありましたね。はい、あれは一体いつお披露目されるのか乞うご期待です。そう、うん、あのね、王子も聞いたことがありませんね。なかなかあれの出番がないんじゃないの。王子がこのセリフがいいって言って選んで、うん、安さんに録音してもらったんですけど、はい、うん、残念ながら使う場面がないです。いや、それ場面じゃなくして、あの、うん、逐次入れてもらう。いや、でもさ、やっぱり流れに沿った安さんのコメントじゃないと変じゃない。これどうします、今流せますけど。流れ、いや、これはやっぱり、うん、あの逐次、あの王子のね、しゃべった、ね、あの入れていただけると、うん、またパワーがさらに増すっていう。お楽しみにした方がいいです。いや、あのさ、そのお楽しみがだからいつになるかっていうふうにね、うん、じゃあ、じゃあリスナーの皆さん、そう、皆さんに、ね、聞かせてあげて。あの、聞きたいか聞きたくないかえ、どういうこと。え、それは何、あの今の、はい、こう幻のね、はい、やすさんのポン出しがございますけども、はい、皆さん聞きたいでしょうか。あのツイキャスの方にね、あのコメントをね、はい、くださいね、はい、多分みんな聞きたいと思うよ。王子すごい聞きたいもん。まあ王子は聞きたいかもしれないけど、私は最初からあれはあんまり登場しないんじゃないかと、うん、あ、登場しないってことね、うん、はあ、と思ったんだけど、それを区切るからダメなんですよ、うん、やっぱり流れによって使わないと。それはね、まあ、本当はね、王子が読み終わった後に必ずこれを入れていただくっていうね、はい、うん、まあ、それが一番ベストなんですけどね、はい、なんかダンサーズも棒読みになってるし、そういう場面がないんですよ、ね、なかなか場面もうやだな、その場面って言われるとね、王子の場合いつも考えるんですけど、その場面場面がね、もういつもこう、的確に終わってるもんですからね、そこでちょっと、ね、はい、ウォーをねぎらってね、入れていただきたいなと思うんですけどね。東さんがダメですって、うん、え、聞きたくない。聞きたくない。え、そりゃダメでしょ。やっぱりね、安さんの声聞きたいもんね。ね、安さんの声は、まあ、多分、まあ、また出てくると思いますよ、この1時間の間にね。ああ、声が出てくるってことね。はい、あ、王子のこ の幻のスペシャルバージョンってやつだね。スペシャルバージョンかどうかわかんないです。はい、はい、そうなの。ということで、はい、今夜もね、ツイキャスたくさんね、うん、来てますよ。はい、アンツバさん、こんばんはということで、こんばんは。スプリームさんも、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんはということで、こんばんは。で、サッチーさんも、こんばんみーということで来てます。こんばんみ、岐阜の9人のバーバーさんは、こんばんは、夕ご飯作りながら聞いてますって。ありがとうございます。頑張ってください、うん、頑張って。あんつばさん、目玉焼きになっちゃうえ、それは何。あ、熱くてってこと。あ、熱くてね。で、スプリームさん、王子のトークで2度は下がるのではって。いい感じです ね、 ね、カープボーイさん、ミソニコミスキーさん、ダンサーズさん、ヒゲを剃っても薬味つるさん、うん、皆さんこんばんは。肉肉肉肉、名古屋のマスクマンに筋肉、うん、筋肉ドライバー。あー、筋肉ドライバーって筋肉マンがやる技ってことですね。ほう、あー、めいちゃんが最近のあれですね、
27日だよって。で、ね、FMJG のしんいちさん、うん、こんばんはということで、こんばんは。 あと FMJG しんいちさん、カレーのイントネーションって名古屋的には下がるんですね。お、イントネーション、ああそうです、うんうんね、カレー、うん、カレー、あでも、あそうかそうか、うん、ちょっと名古屋弁なのかな、うんね、カレー、はい、カレー、カレー下がるね、確かにね、沖縄大好きさんこんばんはということで、カンポーさん、やっぱり発言に合わせて、しらっとでしたをいいんじゃないの、いつ出てくるかわからない方が面白いって。ああ、そうですね。でもね、これあの、うん、ずっと使っていただけずにこう終わっていくってパターンもね、うん、あるんだよね、もしかしたらね。でもそのせっかくヤスさんに録音してもらったのにね。でしょ。それはね。うん、ね、だからそれはなしじゃなくしてですね。ね、うん、やっぱり、ま、もうやっぱりさ、あのメールあの読み終わった後に必ず入れない。いやだから入れるシチュエーションに。あ、シチュエーション？はい、ごめん、あつまさん。肉肉肉肉肉18だ。あ、いいですねそういうことか、ごめんなさい、18って何かなと思ってそのまま飛ばしちゃった、ごめんなさい。じゃあメールいきますね、はい。岐阜の9人のバーバーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。暑くなりましたね、今日から職場ではエアコンをつけましたよということで、やっぱり岐阜も暑いんですよね、うんうんうん。さて今日のテーマお肉ですが、お肉といえばバーベキュー、バーベキューといえばビーチパーティー、沖縄にいた頃はよくビーチパーティーに参加してましたよ。同級生のビーチパーティー、職場のビーチパーティー、親戚のビーチパーティーなどなど、一応水着は持っていくのですが、水着の上から T シャツ着て暑い日中を避けて、夕方になったら海で泳ぐというよりは海に浸かるだけ。スイカ割りや宝物探しなど、子供の頃、子供たちの小さい頃は賑やかで楽しかったですね。また参加したいです。味噌煮込みスキーさんとダンサーズさんはよく沖縄に行かれるようですが、ビーチパーティーに参加されたことはありますかということで。あります。王子もありますよね、うん、懐かしいです ね懐かしいですね、ありましたね、うん、FM ギノワの、ね、ちゃんとした、ね、服装のままで、ね、海に投げ飛ばされるっていう ね、 ね、うん、パンツもベタベタって、うん、そう、結局なんか私下に水着着てたんですけど、うん、結局 T シャツも着たまま泳いでたような気がする。うん、だよね、うんうん、そうです。しかもやっぱり、しかもやっぱり夕方でしたね、泳いでたの、あ、うんうん、日中じゃなかったですね。暑かったですね。ねえ、うん、懐かしいですね、うん、そう、あれ何年前だろう。前ですかね。ねえ、6年、うん、うん、6年以上前ですね、うん、前ですね。ねえ、うん、ありましたね、懐かしいですね、はい。でもそれ以来ビーチパーティーって参加したことありました？ないですよね。うん、王子ないですね。ねえ、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、お三人様こんばんは、ワンタギこんばんは。マンタギラジオは卒業したので今夜からラジオネームを考えてますが、王子なら何がいいと思いますか、参考にします。あらあら、まあ王子はですね、はい、ちょっとこんな感じはね、これシンプルですよ、とてもシンプルですけどね、はい、レディー美奈子、こんな感じは、あ、うん、いいんじゃないですか。まんまですね、うん、いや、そうでしょ、だからシンプルにね、うん、ちょっとね、うんうん、あまりコテコテすぎるとね、うんうん、王子また違う方向に行っちゃいますんで。そうね、どういう方向ですか、うん、それは言えませんけど皆さんが期待する方の、部類になりますんで。おだまり、あらはい、私が好きなステーキ屋は、ビッグハートという店です。おう、トーストも普通のトーストがガーリックトーストか白米かガーリックライスかから選べていいのです。だからビッグハートをおすすめしますということでございますね。あ、写真ついてるよ。写真ついてますね。これはこれは、あ、美味しそうだな。いいですね、いいですね、これね。皆さん見えます？まだ見えてない。あ、見える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 、うん、大丈夫大丈夫、うん、これいいです ね、 ね、これとまたこのレモンが乗ってるのがまたちょっといいじゃないですか。はあ、うん、ねチュプリームさんがレディー美奈子って北部のスナックにありそうな名前って
あ、そう、スナックっぽい。やっぱりそういう方向に走るんだね。あのね、一番最初にね、うんうん、今ですよ、今現在、はい、ふっと浮かんだのが、うんうん、なんかね、レディーガガがね、はい、あ、なんかいい、なんていうのかな、うん、あ、イントネーションっていうのかな、うん、まあ、よかったものですから、うん、だからすごいシンプルだなと思いながらも、美奈子さんにね、おすすめいたします。何ですかそれ。だから参考にしますということですからね、はい、うん、これはまあ一つの案でございますんで。なるほど、うん、はい、参考にしないでください、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あんつばさんからです。ありがとうございます。王子さん、王子さんじゃない、王子みそさん、ダンサーさん、こんにちは。沖縄の締めのステーキは県民賞でした。あんつばです。ほう、あ、そうなんですか。そうか、うんうん、本当はこういう風習があるかもしれないけど、あんつばさんの住んでるところはそうでもないってことかな、うんうん、テーマ肉。あんつば家ではカレーライスの肉といったら鶏もも肉か豚の三枚肉で、牛肉が入ったカレーライスはあんつば家では食べたことがないです。肉の中では鶏肉が好きで、あんつば家では鳥を何羽も放し飼いしてて、台風で定期船が来なくて食材がお店にないときは鳥を捕まえて潰して冬瓜や大根、パパイヤと煮込んで食べましたね。なのでケンタッキーフライドチキンは大好きで、18の時に車の免許を取りに1ヶ月半本島で仕事しながら通ってましたが、毎日ケンタッキー毎日んケンタッキーフライドチキンで同じメニューを食べていました。あと塩コショウを効かせたとんかつを自分で作り、ソースはつけませんが、愛知の味噌カツは美味しくてまた食べたいですね。沖縄で味噌カツ食べれるお店ないかなということで。うん、沖縄って、あ、ね、皆さんってあれですよ、ケンタッキーフライドチキンの消費率が高いんですよね。そうなんですよ、うん、なんかおめでたいことがあると、うんうん、ケンタッキーでっていうね、うん、王子もね、たまにね、無性に食べたくなる時があるんですよね。ありますね。でも、沖縄本島は本当に鶏の、なんていうんですかね、丸焼きというか、美味しい店がいっぱいありますね。はいはい、うん、ねえ、本当鶏もよく食べますよね、うん、あ、で、カレーライスのお肉って、うん、何のお肉ですか。カレーライスは豚肉です、ね、が多いですね。豚肉ですね。でも名古屋やっぱり豚肉が多いんですか ね、ミンチを入れるご家庭もございますね。お、うん、で豚だけとか合いびきっていうの、うんうん、とか、まあ、鶏だけのもあると思うんですけども、うんうん、ミンチを入れる方とか、あと、もともと肉ではなくしてソーセージをこう細かく、うんうん、切ったものを入れる、ね、ご家庭もあると思うんですけど、そういうもので、ね、食べさせていただいたことありますね。うん、あんまりね、王子ね、その薄い肉のがよくって、この、うんうん、この肉肉しいこのブロックっていうのはあんまりね、得意じゃないんですよね、豚肉のね、うんうん、まだ野菜の方がたっぷりっていうのが好きなんですけど、うん、なるほど、うん、ね、うちはね、牛なんですよ。お、まあ、どっちかというと関西の人は牛肉が多いんですよ、うん、カレーは、うんうんうん、で関東に行く方が豚肉になったりするのかな、うんうん、で名古屋はどっちかっていうと豚が多いっていうのを聞いたことがあります。で牛入れるのはハヤシライスですね。あ、ビーフストロガノフみたいな感じですよね、うんうんうん、が多いんじゃないかなと思うんですけど、でも、まあ、そういったものはもう、うん、各ご家庭のね、うん、こうアレンジによって全然違いますもんね。ね、あつまさんが離島だと本島から帰る時のお土産で喜ばれるのがケンタッキーということで、これら冷凍で持ってくるんですかね。いやいや、そのまま買って帰るんだと思うんですか、うん、で FMJG の新一さんが、うちは鶏肉といえば普天間のブエノチキン、同級生がやってます、はい、よろしくお願いいたしますと、うんうん、いうことで、普天間のブエノチキンはまた美味しいんですよね。美味しいですね。いただいたことありますけども、ありますけどね、はい、で本当に美味しいです。はい、FM 広場からも近いですね。あ、近いですね、はい、うん、そうです、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。沖縄より名古屋の方が気温が高くない、アレックスです、うん、気温高くないって聞かれてますね、うん、高いかもしれないですね、うん、高いです。湿度が高いですね、うん、はい、セルラースタジアムではプロ野球公式戦をやってる
そう、そうですね。こうやってますよ、はい、焼き鳥食べながらゆっくり観戦。俺今見てんの？ああ、テレビじゃないですかね。ラジオもね、今肩も喋ってますよ。あ、そうですか、はい、うん、はい。ライオンズ対ファイターズ。あ、でもやっぱりホークスファンなので今夜はホークス2軍戦を家でネットで見るわ。1軍は移動日でお休みなんです、うん、2軍戦中日対ホークス、魚肉ソーセージのケチャップ炒めを白いご飯に乗っけていただきます。あら、いいですね。今日は言われたいセリフお願いできますか王子って。あら、また来ちゃうの？ないかな、うん、中村明に言われたいキュンセリフ。あ、これはエコがいいかな、うん、いいかないますよ、はい。他のチームの試合見ないでよ、ホークスだけ見て、そして俺を見て。こんな感じいいでしょ。いい感じなの。しかしなんか毎回よく思いつきますよ ね、うん、ね。そして、うん、中村明は結婚してるので。そうでした。大関智久から言われたいにします。アディオスアミゴーズ。あら、まあ、変えちゃったんだ。変えちゃったのね。しょうがないね、だって結婚しちゃった。まあ結婚しちゃってるの ね。ああ、そうですか、お二人ともいい成績残していらっしゃるんじゃないかな、このボックスもね。うん、そうか。ね、はい、でもね、憧れの人にね、言われちゃうとキュンキュンしますよ。ね。ね、はい、でもそれをなんか、ね、王子が読むっていうね。ああ。しょうがないですね。本人に読む、ね、まあ、読んでもらうわけにいかないからね。そうなんですよね。まあ、王子で我慢して。王子で我慢して。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゼニガタ警部さんからです。ありがとうございます。本日のテーマ肉ですが、私の中で一番好きな肉は豚肉です。豚肉なら沖縄そばに三枚肉、軟骨ソーキ、ラーメンならチャーシュー、揚げ物ならとんかつ、丼物なら豚キムチ炒めが好きなので、牛肉鶏肉よりもほぼ毎日と言っていいほど豚肉は食べます。最近では那覇の久茂寺に深夜2時まで空いているラーメン屋さんに初めて行き、夏場限定の冷やしラーメンを食べましたが、チャーシューも含めめっちゃ美味しかったですねっていうことです。うん、チャーシューいいですね。チャーシューいいですね。チャーシューいいですね。ねえ、うん、あれね、案外こうおつまみでもね、うん、食べれるですよね。そうそう、チャーシュー、そうですよね。おつまみで先にビールと一緒に食べるために注文する方っていらっしゃいますよね。でもやっぱりね、チャーシュー麺好きな方がね、やっぱりいらっしゃってね、うん、もう毎回チャーシュー麺って方いらっしゃいますからね。お、他のラーメン食べないのと思うぐらい。お、うん、もうやっぱりお肉がある方がいいんですかね。そうそうそう、うん、好きみたいです、うん、はい。あ、アンツモさんはね、うん、テレビは BS と CS で放送してましたねって。 RBC テレビ朝、あ、今日やってないの、今日ラジオだけなんだ。じゃあ、あ、そうなの。あ、そうなのね。カナさん喋ってたのはラジオ。そう、あ、私、そう、片野さん喋ってると思ってラジオで聞いたんですけど、うんうん、そうか、テレビやってないんだ今日、うんうんうん、なんとなんと、ね、ちょっと名古屋ではね、RBC 見れないんでね、うん、ちょっと状況が分かんなかったです。うん、あ、スプリームさんが湯煎でできる鶏チャーシューを作ってみたいって、うん、あーね、ちょっとあれ流行りましたよね、ちょっと前に、鶏のチャーシュー。あー、あー、そうです ね、 ね、うんうんうん、あ、豚肉の三枚肉ですうちかってアンツバさんが、うんうんうん、いいですね。いいですね、はいはいはい、ありがとうございます。はい、続いてですね、うどん県大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は肉料理の中でハンバーグが好きです。ハンバーグは普段は県外で働いている親戚の家族が帰ってきた時だけに作っています。 お、うん、お店のハンバーグと比べてとても美味しいです。おお、これご家庭のハンバーグがとても美味しいってことですね。うん、うん、あ、これもしかしたらかな、この、ハンバーグ、普段は県外で働いている親戚の家族が帰ってきた時にだけ作ってくれていますってことだね。作ってくれていますっていうのは、うん、どなたが作っているのか、この県外で働いている方が作ってくれてるのか、うん、お家のお母さんが作ってくれてるのかな。うんうん、だけどとても美味しいってことですね。うん、うん、ほら、お店に比べてね、とても美味しいってことはね、うん、お金が取れますよね。
なんでそんなニヤニヤしながら言ってんの？いや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 、それぐらいじゃないかなと思って。うん。なんでその他に。ちょっとそこはピンときましたね。なんかこうニヤニヤして喋ってるみたいに言わないでよ。いや今横から見たらニヤニヤしてたよ。いや、あそうなの？うん。ね、よかった顔は映ってなくてよかったですよ。本当に。何を？ふざけるなー。いやいや、このねラジオだけでね。うん、いやラジオだけでこのにやけた顔が映るときちょっと恥ずかしいじゃないですか。ツイキャス映ってるよ。はい、あそうだね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではいきますよ。はい、今夜も元気にこんばんは。こんばんは。みんなの沖縄 T シャツパパヤです。ありがとうございます。ありがとうございます。初めましてですかね。初めましてじゃないですか。ねえ、ありがとうございます。ツイッターを見ている人からするとこいつ毎日肉食ってるよって思われがちな私ですが、最近は週に1回ぐらいですね。今月は臨時収入があったので丈夫なカセットコンロを買ったんですよ。早速 お高めの肉を買って家で焼肉パーティーをしたんですが、うん、まああれですね、年のせいかそんなにたくさんは食べれないですね。いい肉をちょこっと食べるくらいがいいです。まあそんなこと言いながらステーキを食べに行くときは1ポンド食べちゃうんですけどね。赤身肉最高っていうことです。あ、うん、赤身肉いいですよ、ヘルシーだね。あーいいですよね、うん、あすごいこれ、うん、コンロがね、はい、あるなんか写真が来てるんですよ、うん、はい、見えるかな、うんうんうん、岩谷ですねとか言って、あ、うん、あこれね、すごい強いやつじゃないですか。これね、アウトドアにもいいっていうね、風よけフードついてるんですけどね、はい、うちも持ってますね。あらあらあ、これはちょっと多分1個前か2個前の方のやつですけれどもね、うん、なんかね、お肉の写真まで来てるんだけど。いい感じですよ。いいじゃないですか。いいじゃないですか、うん、やっぱりね、強い火力で焼くといいですよね。焼くといいですよね、うんうん、ね、え今ね最初のね、みんなが言ったね、はい、これ、こんばんは、はどっちこれ、こんばんはいいんだよね、うん、あのね、うん、王子そこだけついていけずにね、うん、うん、って止まりましたからね、うん、どうしてどうして、うん、いや自分の頭でイメージだと、はい、うん、もっと短いフレーズなのかなと思ったの、はい、うん、いや、うん、一応長くなってるから長くしてみたんだけど、うんうん、あそういうことですね、うん、ね、王子ちょっと出遅れましたんでね、出遅れましたか。じゃあ最後に言いますね、うん、はい、こんばんは、ちょっと違う、なんかさ王子滑ってます、ほらなんかね、うん、横からすごいこうきつい視線を感じましたからね。今ね、そうだった、うん、感じましたよ、また言ってるみたいな、ね、ほらシュプリームさんが3度下がりましたって、うん、今日も冷えるわね、最初の出だしで、ね、うん、喉がねガラガラしちゃいましたよ。ねえ、そんな具合でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、みそにくむすきーさん、王子こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。肉ということで、ちょうど今日の夕飯はお肉でしたよ、うん、きゅうりとキムチを豚肉で巻いて食べました、うん、ということでございます、うん、いいですね、いいですね、うん、これまたお酒に合うような感じじゃないですか。いいですね、いい感じですね、いい感じですね、うん、ちょうどまたね、うん、この肉汁がこうきゅうりとキムチにね、はい、絡まっていい感じだと思うんですけどね、うん、なんかねさっぱり食べれますよね、うんうんうん、そうですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどうぞ。はい、はい、じゃあ続いていきますね。はい、お願いします。こちらはですね、ダンサーさん、みそくみすきさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。たまに、あ肉が食べたいってなることがありますが、そんな時やっぱりステーキが近くにあったらいいのにと思いますね、うん、私もまだ一度しか行ったことはないのですが、安くて美味しくて良かったですね。ん？ん？
一度しか行ったことがない。それはどこかなってことですね、うん、そして中でよく行っていたのは、うん、ジャーキーステーキハウスですが、ジャッキーステーキハウスですが、うん、こちらもここ数年は行けておらず、また行きたいですね。あー肉食べたい、大島食べたい。あージャッキーステーキハウスね、1回だけ行きましたね。久しく行ってないですね、うん、1回行ったっきりで全然、うん、1回ですね、ね、行ってないです。国際通りどこでしたっけ、国際通りの場所忘れちゃったけど、うん、ちょっとね、はい、入ったところにありましたね、うんうんうん、美味しかった、うん、僕たちはもうね、自分らはあのお肉というと、うん、やっぱりステーキ、ああやっぱりステーキ、やっぱりステーキ行ってますね、うん、やっぱりステーキ、やっぱりステーキ、最近ちょっとやっぱりステーキ多いんですかね、うんうん、はい、うん、そうですよ ね、 ね、 肉ね、なんか本当に肉食べたくなってきたんですけど、うん、はいそうなんですよ ね、 ね、はい、こういうね、あのね、うん、お話をしてるとね、はい、食べたくなりますもんね、なりますね、うん、はい、本当にね、はい、あ、あんつばさんが、うん、ヒロシのソロキャン見てるとソロキャンして肉を焼いて食べたくなるって、あ、あの、うん、YouTube の、うん、ねえ YouTuber のね、うんうんうん、やっぱり YouTuber っていうかね、うん、全然芸人さんなのに、うん、芸人さんで失礼しました。そう、あれやっぱり YouTube の中でもあのヒロシですって言うんですかね、どうなんだろう、言ってるんだろうかな、うん、あ、あのキャッチフレーズがないと、うん、オープニング始まらないみたいな感じでしたけどね、うん、え、どうなんでしょうね、そう、あ、だからね、いろいろ、まあ、タレントさんがそうやってキャンプのね、はい、映像なんかをいろんな人にお届けして、ね、本当は何が本職なのっていうふうにね、最近だとね、考えちゃう時ありますけど ね、うん、ね、テレビに出て、芸を、ね、披露してるわけではなくして YouTube で、キャンプの、ね、いろいろこう、うん、なんていうの、うん、映像を、ね、皆さんに、ね、お伝えしている方多いですけどね、うん、本職はどっちっていつも思うんですけどね、いや、うん、でもね、やっぱり最近ねキャンプの、ね、動画見ちゃうんですよ、いろいろね、でもキャンプに限らずいろいろありますもんね、なんていうのかな、まあ、DIY にしてもそうですけども、うん、ね、いろんなこう、まあ、素人の方って言ったら失礼ですけども、うん、もう一般の方がね、こういうふうにしたらいいよ、ああいうふうにした方がいいよっていうようなことをね、情報を発信してますもんね。ということは王子も何かできるのかな、なんか発信するの、うん、何をどうやったらこうお姉ちゃんと楽しく飲めるかとかさ、お黙り、そういう、そういうのはダメ、いやダメじゃない、いやそういう、でもね、あの、でもね、あの YouTube もあるのかもしれない、あるある、あるの、うん、あるある、いや知らないけど、うん、あのね、いっぱいなんかあれ出てくるんですけどね、うん、分かった、それってあれですか、迷惑系ですかね、ああ、でもね、迷惑系じゃないんだけどね、はい、でもそれもやっぱりいろいろ分かれてるみたいですよ、ただ単に、はい、お店 を紹介するっていう、うん、人もいらっしゃいますし、こう自分が飲み方っていうのかな、まあただ単にワーワーやってるだけかもしれないですけど、うん、ね、そこの風景を、ね、映してる方もいらっしゃいますんで、はい、そう思うと王子のがもっと、ね、クオリティの高い、ね、画像を、ね、お届けできるんじゃないかなって、クオリティの高い画像ってどういうこと、どういうことですか、ね、っていうことはその、ね、ワーワーやってるだけじゃなくして、はい、どうやったらお姉ちゃんを口説けるかっていうね、うん、そしたら皆さん、参考にしていただけると、ね、いいのかなっていうのがあるじゃないですか。ただ、まあ、王子の場合はですね、うん、最後の結末まで見せないですけどね、うんうん、その過程までしか見せないですよ、もしやったとしても、うん、なぜかわかる、なんか今チン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 なんか言ってるけど、ね、これもしかして違う意味でのチンチンだよね、王子滑ってます、それ滑ってる、滑ってる話じゃないよ、ちゃんとね王子がやったらどうなるのかなっていうことをお伝えしたんですけどね、あ、カープボーイさんがジャッキー懐かしい波の上じゃなかったかなって、あ、うん、波の上だったかな、うん、あ、子供の頃よく行ってた、はい、なるほどザワールドに出てたはず、なるほどザワールド懐かしいですね、うん、あ、あ、でね、ツイキャスで、はい、何を食べても味噌の味さん、はい、すごい名前だな、うんうん、ありがとうございます、ありがとうございます、広島県だけで食べられるコウネも美味しいですよ、広島県以外ではブリスケと呼んでるけど、わざわざそこだけ切り分けないで広島県でしか食べれないそうです、あ、え、何コーネって、コーネっていう部分なのかな、うん、希少部位ですか、う
他の地域では切り分けないっていうことは何かにくっついてる部位なんでしょうね、きっとね。あまりその新鮮な感、新鮮さが重要なものとか、うん、なんだろう、こうね、全然わからない。あ、教えてくださいましたよ。左右の前足の間の肉、確かにそこ のそのあたりを、いや、そのあたりを呼ぶ部位の名前がない。あ、勉強になりました。ありがとうございます。あ、広島県以外ではブリスケと呼んでるって書いてある。なかなか名古屋でその部位としてはないですね。そういう名称での、ね、あの、あれがないですもん ね、 ないですよね。メニューが出てきてないですよ ね、 ね、隣の晩ご飯のご飯の人なら分かるんですよね。あ、それは言っていいの、米助さんだね。はい、ということで、はい、はい、CM でーす、はい。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。名古屋は栄養コーナーでございます。はい、今日はね、名古屋のね、あのステーキの話、はい、名古屋でね、そうそう、やっぱりステーキもね、もちろん名古屋にあるんですけれども、まあ、あれは沖縄発祥じゃないですか、そうですね、名古屋のステーキ屋っていうとやっぱり有名なのどこですかね。あのね、王子はですね、小さい時からですね、あのいろんな親戚集まってで食べに行ってたのね、浅熊っていうお店がありますけども、浅熊ですね。でそこはね、なぜね思い出が、ね、あるかっていうと、そこのね、あのバニラアイスクリームにね、あの花火がね、こうなんていうの、刺さっててね、なんかこうチカ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 するっていう ね、 ね、でそれがすごいね、あの子供の頃からね印象がありましたんで、でやっぱりステーキというと浅熊さんがすごいね、あの有名ですね、名古屋でいうとね。浅熊と言いますとね、どうしてもこれ思い出すんですけども、西部警察なんですよ。はい、昔やってたアクション刑事ドラマの西部警察、
浅熊爆破されたんですよねあれはロケでってことですよね。ロケで、うん、はい、うん、コッパみじんになってましたけど、ね、でもね、あの西部警察の時代のね、あの、はい、本当のこうなんていうの、この爆破はね、うん、こうスケールがでかいですもんね。はい、もう皆様よろしければ浅熊爆破で検索していただければ必ず出てきます。そんな検索で出てくるんだ。出てきますので、はい、まあでも浅熊はやっぱりね、すごい高級店のイメージがありましたけどね、最近その、まあ、浅熊って昔からあるじゃないですか、はい、ところで、はい、で、うん、今はやっぱりちょっとなんてね、増えてきてるのがブロンコビリー、はいはい、あれもね、うん、本社名古屋なんですよね、はい、うんうん、多分この東海3県ぐらいしかないのかな、今は愛知岐阜三重ぐらいかなぐらいかなと思いますけどね、はい、うん、まあ、まあもちろんステーキも美味しいんですけれども、うん、売りはやっぱりサラダバーっていう、はい、そうステーキ屋さんなんですけども、うん、ね、やっぱりサラダバーが充実していて、うんうん、はい、もちろんフルーツも食べれますし、うん、なんかちょっとしたなんて言うんだろう、豪華な、なんかホテルのビュッフェみたいな感じのサラダなんですよ、うんうん、でしかもご飯も美味しいという、うん、かまどで炊いてるご飯っていう、ね、うんうん、そうステーキ屋さんなんですけれども、うん、ね、そういうなんて言うんだろう、サラダにも力入れてるっていう、うん、ところなんですけれども、うんうん、でブロンコビリーだと、うん、全般的にお肉の料理やそのハンバーグなんかも美味しいですよね。ああ、うん、そうですね、うん、はい、うん、これやっぱりあれだったのかな、グラム数とかありましたよね、なかった？ありますありますよ、ありますよ、ありますよ、ね、もちろんもちろんありますよ、うんね、うん、ね、あ、ジェジシンさん浅熊爆破で検索したらめっちゃ大爆破されてましたやっぱり出てくるんだ、ね、あの爆破の時はね、うん、遊園地も爆破されてますから ねそうですよ ね、はい、まあ、あとやっぱり肉といえば木曽路さんですかね、はいはい、しゃぶしゃぶで有名ですよね、はい、もうね、あの名古屋の企業ですけれどもね、うん、やっぱりそこもなんとなくこう、うん、なんていうんですか、ちょっとこうかしこまったイメージで、そうだね、うん、なんかどっちかっていうとこう法事とかに使われるような、そう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 、うん、でもあれですね、しゃぶしゃぶ屋さんというかね、うん、あと今シュプリムさんが、うん、東海地方で肉といえば爽やか、あ、近くを通りながら今だに静岡ですね、静岡ですね、いやなんかもう、うん、開店の2時間前から待つっていう話なんで、あ、もう浜松とか ね予約ができるみたいですよ。あ、そうなんですか、うん、まあ、当日しかできないんですけど、いやもう一度は行ってみたいって思いながらなかなか行けてないですね、うんうん、そうですね、当時も行ってないな、なんかね、うん、有名ですね、うん、有名って、うん、有名ですよね、うん、はい、なんかその、うん、お店を広げられないのはやっぱりこの鮮度の関係で、はい、あまり遠くの方に出店できない、できないっていうことですね、まあ、こだわりがね、はいはい、はい、うん、まあ、カッポイさんがね、名古屋といえば手羽先ということで、うん、ね、そうだね、手羽先もねやっぱり、うん、それこそ好きなお店っていうのがみんなあって、まあ二分されることってことかな、あの名古屋で言うと ね、うん、ね、うん、ね、お店が ね、うん、山ちゃん派か、うん、風来坊派かっていうところです ね、うん、ね、うん、どっち派ですか。いや王子、どちらも大好き、あ、どちらも、はい、どちらも大好き、そうだ、ね、うん、しかも王子辛くするからな、辛くしますね、山ちゃんの場合はね辛くしますね、はい、で、あと、あんつまさんがステーキの浅熊ですかって URL あるんですけど、それですね、あ、これですね、こちらです、こちらです、うん、はい、ですね、そうなんです、うん、いやあんまり本当にね、今日はね、うん、肉の話だとね、うん、肉のお腹になってきますよね。あとカープボーさんが手羽先といえば、うん、じゃあ名古屋といえば手羽先のイメージ、うん、そうでしょ、こちらもね、お肉ですからね、そうです、そうですよね、うん、あれですよね、手羽先で、何でしたっけ、ターザン焼きとチーター焼きがある、そうそうそう、うん、あるね、うん、ね、あのフライボーにありますね、フライボーに、私自慢しますけど、はい、手羽先、はいはい、うん、早くて5秒、遅くても10秒で食べれます、うん、食べ方あるもんね、うんうん、あります、なかなかね、県外の方はね、あんまり知らないかもしれないんですけど、平均5秒で食べれます、うん、食べ方があるんですよ、あります、綺麗、ね、にね、お肉が取れて骨だけ残るっていうね、はい、ね、食べ方ありますんで、はい、うん、はい、あ、世界の山ちゃんは賞味期限が短かった、ああそうですね、うん、そうですね、買ってやっぱり
すぐですもんね、うん、はい、美味しいものって本当に賞味期限短いですよね。真空パックになってたりしたらいいんですけどね、やっぱそうすると味があれなんですかね。あれなんかちょっとこう煮込んであって真空パックのって あのね、さんわさんが、はい、そうそう、うん、まあさんわさんの鶏もやっぱり、うん、まあ、名古屋では有名ですね。有名ですね、はい、うん、三和の若鶏、うん、そうですね、有名ですよね、はい、まあ、こんなことでいろいろ名古屋のお肉のお話でした。名古屋は栄養でした。はい、キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。うん、これなかなか素晴らしい、またねメールが来てますけどね、はい、ダンサースタミソさん、アサッテイコーゼロエクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。我が家では未だに伝説となっている話を、はい、あら、今の嫁とは付き合っていた頃、あ、ごめんなさいね、今の嫁と付き合っていた頃 USJ で遊び、自宅に帰らずそのまま心斎橋の、うん、普通のホテルに泊まり、ああ心斎橋の普通のホテルね。そこ別に心斎橋のホテルでいいのに、うんうんうん、普通のホテルに泊まり、つけるところが疲れ果てた自分は夕食を食べに行く気力がなく、うん、チェックインとともに夢の世界に、あら寝ちゃったってことだね。あら寝ちゃった、うん、お腹を空かせしびれを切らした彼女は夕食を買ってくることに、そして寝ている僕には何が食べたいかと、尋ねたそうです。の寝ぼけていた僕は一言、若いお肉と、はい、寝ぼけてたからね。いいよね、あの若い女性って言わなかったから ね、 ね、でもそれがもしかしたらあのお肉が食べたいのと、ね、若い女性のことが頭にあって若いお肉ってなったかもしれないですね。どうなんでしょう。おだまり。ことあるごとに嫁はセクハラです。セクハラ。これセクハラではないですよ、あの男性とのお話ですからね。ことあるごとに、嫁はこの話をしますが、若いお肉とは何だったのか未だに思いつきません。あ、王子は肉汁したたる麗しき渡辺直美さんと安藤なすなはどちらがお好きですか。なんでそういう方向なんだろう。まあ、こうおつつけがたい感じですね。なんていうのかな、こういうねダイナマイトバディのね、女性を、ね、思い出すとね、必ず王子ね、あのダンプ松本さんが出るんですね。おお、ご存知でしょダンプさん、はいはい、かる。なんかあの人はね、なんかね出てくるんですよね。なんでだろう、なんかねインパクト強いですね。で今ね渡辺直美さんっていうと、なんかもうあの海外アメリカに行かれて、うん、なんかすごいこうアーティスト的な感じがあって、うん、安藤那須さんはね元女子プロレスラーっていうね、うん、あのそれも経験されてる方でね、うん、まあ、とってもねお二人ともね肉肉しいですけども、うんうん、印象にあるのはダンプ松本さんです。なんかみんな、なんか子羊とかじゃない、若い肉ってカープおじさんが言って、スペーターさん若い肉、新鮮な肉ってなった。違うって。だから絶対これあ、ね、あお肉食べたいなと思いながら、ね、若い女の子と分かった分かった、もう、もういいよ、絶対それなんだから、もういいよ、はい、じゃあ次いきますよ、はい、こんばんは、ヤンバル東村からヤンポーだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。してから肉21が2、22が4っていうこのパターンで来たな。で、2816肉、肉、お母さん肉、肉 300g よという CM を思い出しました。え、うん、CM 知ってる、この CM。 3人さんも世代ですよね。それでは最後まで放送頑張ってください。え、知らないな。え、知ってる？聞いたことあるような。肉 300g よって。え、王子、王子わかんない。え、なんだろう、これ全国的な CM かな。
なんか聞いたことあるような内容。本当、うん、地域の CM とかじゃないのかな、うん、はい、なんだろう、うん、はい、ありがとうございます。あ、ギネスさんからツイキャスで、うん、テーマ肉山陰放送吐き出さないとのリスナーつながりで鳥取の罠漁師さんとつながったので秋になったら鹿とイノシシを直で取ってた。もうジビエですね。コロナも明けてみんなで集まるようになったからまた取ろうか考え中ということで、鹿、はい、イノシシ、うん、はい、はい、ちょっとこちらで、うん、はい、メールいつお読みしますね。はい、はい、お願いします。ラジオネームジョージさんです。ありがとうございます。肉は牛、豚、鶏、何でも好きですが、うん、沖縄で食べた豚の角煮は最高ですね、うん、あとソーキそばに乗っているのもいいですね、うんうん、いやー、わかりますわかります、うんうん、はい、ソーキとか手びちとか、うんうんうん、ね、ね、美味しいですよね、すごく、うん、あ、それとあのジョージさん、私は YouTube 見たんですけど、二山合格おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。業務連絡みたいになってるけど。、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、いいですか、はい、名古屋の皆さんこんばんは。ラジオネーム那覇のしんちゃんです。ありがとうございます。今日のテーマ肉ですが、沖縄県にはステーキ屋が多くよく行きます。よく行くのはやっぱりあのお店です。中でもお気に入りのメニューは中落ちカルビのステーキです。程よく脂が乗っていて食べ応えがあります。そう、このメニュー知らないと思ったら、はい、この中落ちカルビは沖縄の店舗限定メニューです。あー、だからか、うん、インチキ。やっぱりですよね。やっぱりですよ、はい、ぜひ沖縄に来た際は中落ちカルビのステーキを食べてみてください。皆様はお肉の好きな部位ありますか、ということで。やっぱりってあれですよね、なんか沖縄、うんうん、あの限定メニュー多いですよね。そう、びっくりしたのは、うん、そばがありましたよね、うん、え、やっぱりステーキってそばがあるのと思って、ね、それを初めて知りました、うん、ね、うん、やっぱり、うん、ね、あの地域限定っていうのはあるでしょうね、やっぱりね、うんうん、ね、あ、そっか、ペーターさん、あさっては肉の日って、そうそう、本当肉の日ですよ。そうですよ、ね、え、デシプリームさんが今急に思い出した、うん、久しぶりに松坂の一升瓶に行きたいなということで、ああ、三重の松坂の一升瓶といえば ね、うん、ね、高級店だね、松坂牛でございますよ、本当に、はい、でも一升瓶そんな高くないですよね、うん、いや、有名店ですから、有名店だけど、うん、まあ、だ、まあまあ有名店だけど、ブランド牛がお手頃で食べれるという意味で、ね、うんうん、そういうことですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、進撃のめいちゃんからです。はい、ありがとうございます。あ、またひどいメールこれ、ね、何、今日だけは柳さんと旧名古屋との対決ですね。あ、そうね、で、ちょっと RBC ちょっとね、今野球の中継の関係で今柳さんがやってるっていうね、そういうふうにですね、はい、はい、こんばんは。マスクマンの13日と27日の日にち間違いは置いといて、キャバクラの姉ちゃんのせいにしたのはひどいですけどね。いや、ふっと浮かんでね、申し訳なかったですね、どうしてもね、そのお姉ちゃんの顔が浮かんでしまいましたんでね、はい、申し訳なかったですね、そして肉、やっぱり肉といえば、うん、ステーキハウス、これ88でいいのかな、88です、はいはいはい、はい、うん、88よね、88もいいですね、うん、1000円ちょいで、ステーキ、さらにサラダやご飯がおかわり自由、うんうん、ちょい贅沢したい時には行きたいですね。皆様はステーキハウス88はお好きですか、ということでございます、はい、はい、行ったことあります、行ったことあります、うん、はい、とにかくね、ステーキ屋さん多いからね、うん、いろいろなステーキ屋さんに沖縄に行った時はね、うん、楽しむのもいいですよね、はい、うん、いいですよね、美味しいですよね、美味しいですよね、本当にお肉食べたくなってきたな。だよね、やっぱり人間不思議ですよ ね、 ねえ、やっぱりステーキ行こうかな、近いうちに、うん、はい、はい、ということでエンディングです。はい、来週のテーマは長距離。来週のテーマは長距離です。長距離運転は得意、長距離競走は苦手なのあなたの長距離をお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート
名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、うん、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。カッポイさんが名古屋のお土産で名古屋コーチンの卵で作ったお菓子っていうのはよくもらったけど、本物のお肉も食べたかったなということです、うん、あ、ぜひ食べてね、え、ね、名古屋コーチも、でもね、あれだね、名古屋コーチのお肉もね限定されてますよね、うん、あの出してるお店が ね、 ね、はい、ということで、はい、はい、デラうまいでよ、うん、久しぶりに聞いたまた来週です。はい、ありがとうございました。あのメールもツイキャスもたくさんありがとうございました。来週は長距離です、うん、よろしくお願いします。ね、みそちゃんの名古屋弁でね、閉店からから忘れちゃったよもう終わりです